はい。じゃあ落花生の収穫で、こんな感じで葉っぱが下の方ないやつを引いてほしくて、はい。じゃあとりあえずこれ、はい。根元から引く。上に出てる枝をまず全部手で持って、うん、全部。で両手でちゃんと持ってゆっくり引いてゆっくり真上に縦に、ま、そんな感じでーす。てってりー、どう？いいな楽やろ。すごい。それが途中で切れるとちょっとだるいんで、釜でここと、うんうん、ここと、ここと、このその今手で持ってるとこぐらいで切って、うん、はい、葉っぱと根っこはいい感じの肥料になるけど、もうちょい干したいし、それは土に返す根粒菌っていうやつですか、うん、このそうブチブチしてるやつ。そう、あとは干します。ピーナッツにする。はい、はい、っていう感じです。